はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。四日市子様、奈美様、お手紙いただきました。ありがとうございます。ペリズマイ様、ペリツマ様、近藤達之様、近藤の嫁様、和弘様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。皆様、何度も何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。あと、河野太郎、裁判費用にも圧させていただきたいと思います。内閣官房政府広報室長、国会答弁、コロナワクチン接種推進のため、YouTuber を起用した動画を3200万円で9本作成した。政府が、ステマを認めるって YouTube の、ステマでワクチン推進したのを認めた、3200万円、これ単年度なのかな、岸田政権だけでってことなのかな、それともずっとずっと菅さんから来て累計でってことなのかな、わかんないですけど、はじめ社長、河野太郎ワクチン担当大臣との対談動画は案件ではなく報酬はいただいてません、動画も広告化していませんと言い訳っていうか、発表しておりましたけれども、世間です、ステルスマーケティングに当たらんの、あらあら木下事件の再来ですね。ステマって政府が禁止してなかった？政府がインフルエンサーを使ってプロパガンダ宣伝表示してなかったらステマじゃん。前世紀の2ちゃんにも工作してそう、政府が。いやー、これははじめ社長ダメでしょう。これは政府広報の印つくんか。政府広報ってなんだっけ、 AC ってやればよかったんだよね。これは政府広報ですって。やれば、よかったんだね。黙ってるから悪いんだって。太郎に騙されて、薬害に巻き込まれた被害者、どうすんだよ。訴えられてましたよね、これね。2億回接種しても死者ゼロ。で、被害を隠蔽してた。その時点で254人認定死亡者いたのに。これが案件じゃなくて、何なんだよ。政府案件です。金もらってます。言うてやれば問題ないと。日本政府、ステマ規制は2023年10月1日から施行されましたが、それ以前の投稿であっても、ネット上で閲覧可能であれば、行政処分の対象になります。だそうです。自らを罰しないといけないですね、これね。はじめ社長と河野太郎の対談動画、まだ残ってるらしいですから、見れれば、罰せられる、政府が罰せられることやってますね、自ら。行政処分の内容は調べてないですけれども、名前が公表されるとか、そんなのでしょうかね。刑事罰とは書いてなかったな。その日本政府がステマやってワクチン推ししてた。9本の動画で3200万ってことは、1本355万円。いろいろ中抜きやって YouTuber に渡るのは200万円ぐらいでしょうかね。誰にいくら払ったのか、どんな動画作ったのか知りたいところですね。この動画でいくらっていうですね。どのぐらい、それについて喋ればこのぐらいもらえるっていうですね。まあ登録者数にもよるでしょう。税金使ってんだから開示請求すれば公表するんですかね。案件じゃないってはじめ社長本当に無報酬で河野太郎と対談したんですかね。無報酬でですね、2億回接種しても死者ゼロって河野太郎が言って、それなら安心ですねなんて言ったのがっていうですね。そんな依頼が来ても断った YouTuber、 今頃ホッとしてんじゃないでしょうか。バラされちゃってさ、私のところには来なかったな。まあ多分ですけど登録者数100万以上とかあるんでしょうけどね。私のところはまだ12万ぐらいですから。日頃自民の悪口言いまくってっから、まあ反政府な人間と思われてんでしょうかね、私。自民党の悪口ばっかり言ってから最近は、共産党と立憲の悪口も言いますけれども、ワクチン推し金は製薬会社からも出ているみたいなんですよ。ワクチン副反応審議会メンバー、政府のね、20人中11人が製薬会社から金もらってた。その額は50万円から500万円まで、事実が発覚しております。製薬会社から金もらってたんじゃ、ワクチンの悪口言えないですよね。副反応が心配だなんて、委員会じゃ言えないよね。その結果認定されただけで、500人、5000人とも聞きましたけど、以上亡くなってんだから、
罪深いな、誰が腹切んだろう、誰も腹切んねえのかな、誰もね、責任取んねえのかな。河野太郎はいち早くですね、ワクチンの安全性は厚労省有識者会議が承認した、俺は知らねえって逃亡を図って炎上してましたけれども、大体ワクチン担当大臣がですね、2億回で死者ゼロって安全を受け負ってんだから、俺は知らねえは通用しないですよね。100人乗っても大丈夫じゃねえんだぞと。はじめ社長もね、報酬もらってない、って言うけど、調べりゃ分かっかんなっていう話ですね。俺はもらってないけど事務所はもらったとかいうオチじゃないだろうな。俺は知らなかった、もらったことでオチじゃないだろうな。小池都知事の自宅前で抗議凱旋やられる、凱旋者を追跡される、凱旋に凱旋をぶつけられる、乙武候補、小池都知事、玉木代表に男が怒号を上げながら突進、取り押さえられる、こいつ書類送検されたそうであります。小池都知事、命の危険を感じた、これまでにない選挙妨害が発生している、松本総務大臣、命の危険を感じるようなことは極めて深刻、選挙妨害はあってはならない、処分の対象となり得る、世論です。民放各局スルーなのはなんで、妨害側の宣伝したくないんだろう、しばき隊の安倍総理演説妨害にも触れることになるから慎重になってんでしょ。安倍総理の選挙妨害の裁判がまだ終わってないしな、立憲共産でもやらないのにな。パヨが候補者に対するヤジや誹謗中傷を認めろと声高に叫んだ結果、パヨは自分らがやるときは問題ないと言い、やられるとわめき始める。拡声器を使って大音量でやじるのは公選法で規定されてないの、禁止されてないの、処罰の対象となり得る、処罰するって言ってないんで、ただの一般論述べてるし、なんかする気なさそうっすねなさそうっすね。そういえばカオスの15区には自民も公明も候補立ててないから完全に人ごとと、なので15区のカオスに政府や警察は選挙中は一切手出さないんじゃないかと予想しております。これが音がめなしってことになったら、中国あたりがですね、資金出してですね、一つの選挙区に妨害チーム10個ほど作れば、全陣営に一日中張り付いて妨害できますね。ストーカーさせてさ、なんか動きがあるとしたら選挙が終わった後じゃないでしょうか。私としてもですね、こんなね、人の口を封じようとするしばき隊もどき、天罰食らってほしいですね。自民党が取りまとめた裏金防止策が実質ゼロ回答で、公明党すら不満を表明。公明党と野党が求める活動費使途公開、パーケン購入者公開基準引き下げなどは検討するで先送り、何万円以上購入した人は名前書くことを、いうのがあるんだろうな。寄付もですね、年間5万円以上の人は名前書いてみたありますから、世論です。良心のかけらもないな。自分たちに都合が悪い改革などするわけがない。パーケン購入者の名前は秘密、再発防止策じゃなくて裏金合法化策自民案は収支報告を確認した議員がですね、確認書を残すことで、秘書がやった俺は知らなかったをなくしますっていうものだった。野党案のですね、使途公開、パーケン購入者公開は拒否。中国人にいっぱい買ってもらってるから都合悪いんじゃないですかね。わかりますよ。使途公開を嫌がるのはなぜなんだろう。知られちゃまずいような金の使い方してますって宣伝してるようなもんですね。下着ダンサー代も普通に返ってたのに謝礼金なんつって、それ以上にまずい使い道って一体なんだ。謎と自民党不信が深まるばかりですね。米国の北朝鮮分析サイト38のース、これ38度線のことだろうな。22日、北朝鮮のサーバーに日本アニメ関連のファイルが日本アニメ関連のファイルがあったと。アニメ制作に北朝鮮関わってんだねえのっていう疑惑が深まったそうであります。世論です。中国韓国に塗りの下請け出してるから、その下請けだろう。二次請け三次請けもあり得る。北がやったらダメなの、制裁中だからな。
もう中国韓国に下請けに立つのやめろ。偽札作りよりマシなしのぎか。中国と朝鮮使うからこうなるんだよ。中国韓国に下請け出すからこうなんですよね。そいつらが下請け出してんじゃん。あの懇意の北朝鮮の連中に。アニメのセル塗って稼いだ金がミサイルになるなんてとんでもない話ですよ。中韓みたいな反日国家じゃなくてですね、タイとかフィリピンとかインドとか反日じゃないとこいっぱいあんだろうが、そこに下請けに出せよって話ですね。今日の単身、日本学術会議、独立三資産化に反対、むしろ今までの少なくとも 2,3 倍の金を補正、まだやってんのかこいつら。アホ学生が言うならともかく、世間から学者と呼ばれるじいさんたちが懲りてんだから世も末ですよね。今までのようにお前らを批判する、お前らの言うことは聞かない、仕送りを3倍にしろ、これ学生が言ったらあの親怒りますよね。アホ学生こんなこと言ったら親から殴られた後に感動されますよ。いい年してなんて浅ましい卑しい連中なんだろう、学術会議の学者ども。こんなのが何十年も日本の頭脳面してたんだから世も末、昭和の悪習は滅ぼさないとね。共産党員で作家の渡辺貞夫、これで渡辺貞夫っていうものが読めねえ。変わるべきなのは共産党ではなく世界が共産党に合わせて変わらなければならないし、そのようになってきている、なんて、投稿しちゃいまして絶賛されておりました。いかにも共産党らしい、自分勝手で独善的で傲慢だ、絶賛されておりました。世界が共産党に合わせるべき、誰がそう決めたのか、まさかお前か、そしてそれは正しいことなのか。我々の狂気は君たちの神が保証してくれるが、君たちの神の正気は誰が保証するんだいって、これ少佐の言葉ですね。そうなってきてるって、どこで誰がどのように、ちっとも私の目には入んないですけど、だったら共産党の支持率右肩上がりのはずでしょう。そうなってきてんだったら実際は右肩下がりでしょうわ。今まで騙してたバカは令和に取られちゃうし、世界が共産党から孤立していくっていうか、あの共産党があの世間から孤立してる、ですけどね、もはや地に足もついてない、空中歩行してるような状態でしょうが、ふーってやったらヒューって動くような状態でしょう。なんだそのね、あの世間が間違ってる、俺が正しいみたいな中二な言い草は。まああのバカで幼稚じゃないと共産党になんかやってられませんからね。なんて言ってると訴えられたりしてね、渡辺貞夫に。私も在日朝鮮韓国人数の減少が止まらない。2013年52万6千人、2023年43万6千人、9万人減少、10年で約 18% 減少しました。これだとあと5年でいなくなりそうですね。日本人以上の少子化で過半数を占める朝鮮戦争難民という建前の特別永住者もどんどん減っていく、減ってってやります。日本人と結婚してできた子供は日本人だし、日本人の血が混じらない純粋な特別永住者ってもうほとんどいないか、高齢者限定でごくごく少数なのではないか。1950年朝鮮戦争勃発、そっから何年経って、74年経ってますもんね。その時ボート漕いで日本に来た人らは20歳の時渡ってきたとしても94か、もうあれだね。でその人らの子供世代がひょっとしたら団塊世代、団塊よりちょっと下か、60代後半とか、まあそのくらいは純粋いるでしょうね。その人らの子供、まあ、40代ですかは、もう純粋な人は少ないんじゃないでしょうか。やっぱ日本人と混血して、日本生まれとなると、その人はもう日本人だからカウントされないですもんね。長崎県初のモスク誕生、ムスリム約170人が集まって祝ったと。モスクといってもですね、
新たに建てたものでなくてですね、商業ビルの内装を改築して礼拝できる部屋を設置した礼拝所みたいであります。部屋で、屋内で祈ってる分にはいいんですけど、火事が増えるとですね、欧州のように時間だっつってですね、道路でもどこでも五体投地始められると厄介してかなわないですよ。それやってた連中はですね、インドの警官にボコボコにされてる動画とか、欧州で通行妨害された車が盛大にクラクション鳴らしてる動画とかが上がってきてます。モスクの次は確実にですね、土葬墓地よこせって言い出しますよね。ダイソードジャース大谷翔平とスポンサー契約を結ぶ、創価学会系のダイソー絶好調じゃないですか。確かにいいものを売ってるもんね。大谷の写真が入った100均商品とかもそのうちできるんでしょうか。同じくスポンサーとなっているポルシェ、なんと違ってですね、相当な数売らないと元取れなそうですね。ダイソーの商品だと、ポルシェだとまあなんとかな、10台売ったらいいかなみたいな、感じもですね、赤い羽募金以上に危ないのが足長育英会と話題になっておりました。集めた金の中から1億円を日教組に渡していた、発覚した、奨学金として学生を援助しますって言って集めた金がなんで日教組に行くのか全くの意味不明ですね。パヨ仲間で仲良しだからって意味なのかな。教員は学校から給料もらってんだし、援助する必要もないし、日教組は左翼活動しかしてない、学生と関係ねえんだから、日教組に金渡すのおかしいだろ。ちなみにですね、ここへの寄付は所得税法の寄付金控除の対象外となっております。つまり認められていない。公益法人でも何でもないんでしょう、多分ですけどわかんないですけど、というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと5月4日メール党員懇親会、まだちょっと空きありますんで募集の方よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。